調べた結果、はい、超美味なんですよ。超美味しい。だってなんて言ったって、うん、この釣りいつもね、僕と圭一さんはね、はい、包丁とかまな板とか全部持参してきてますから。そうなんですよ、はい、クッキング行っちゃおうかなと思うんで。おっと、はい、ただいま釣ったギマをキング前でですね、このギドギドしたこのザラザラしたのが由来でギマ本当って書いてあった。マジでザラザラしてる。でもこのなんかうわーね、なんでこっちそんなぬるぬるしてんの。いやいや映像のいや今日私たち食べられるでしょうか。美味しく食べてね。美味しいよ。じゃあ早速クッキング行きましょうか。はい、はい、はい、あ、ぜひ教えてください。用意するもの、包丁、まな板ありますね。軍手ありますね。軍手あります、はい、まずは角をすべて切り落とす。丸いんですか。ここと、あ、立ってる足。なるほど。硬いところを、硬いところを全部バシバシ、切り取るんですが、はい、この時注意する点は、そうです、注意点大事です。とにかく、はい、力がいります。注意点なんですか。それ、とにかく力です。ほんで切り落としたところをきっかけに腹を裂いていく感じですね。なるほどなるほど。内臓を取り出すんですが、皮を剥ぐんですが、はいはい、軍手をつけないと剥ぐことができないぐらい硬いからです、はい、その時必要なのは力です、はい、とにかく力です。とにかく力です、はい、包丁と力があればいい。角を取るんですね。角を取りましょう。なんで立たせたままなんですか。いいんですか。それ寝かせた方が切りやすいんじゃない。力いるって書いてある。あの、ハサミもありますよ。ハサミで切っちゃいますか。散髪いきます。いや、伸びたねー。ちょんまげを断髪式です。ほら、相当硬いんだよ。マジっすか。だからあ、おっ、あぶねあぶねあぶね。こんなですね。ここまで動かないよ。うわ、硬いまで相当硬い。ほら、すんごい硬い。すんごい、ちょっと待って、やっぱ力ですよ、力。男を見せてください。いきますよ。音がさ、ゴリ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 言って力だ、本当に。いやー、こいつ骨ですよ、ただの。何これ。ここを落としました。で、その後にここを落としました。抜けましたね。はい、モザイク中、モザイク中です。いや、モザイク中です、これ。いや、生きてねえから。だから、これがこう。これがこう。あ、すげえ。あ、気持ちよさそう。あ、すごい。おお、気持ちよさそう。皮むいた方がいいんじゃないですか、これ。ほら、むけたよ。皮。ほんとだ。中、空洞。ティッシュ入れる箱みたいな。こんな感じに、こんな感じになりました。一回洗ってきます、はい、はいはいはい。こっちは OK、 こっちは OK です、はいはい、完成です。完成です。お刺身の完成です。はいはいはい。なんですか。いいですね。はいはいはい。じゃあ、どちらがいいですか。あ、それはスーさん一緒。僕映ってない。あ、そうですね。釣った、ギマ。イコール毒味役ですね。え、じゃあ行ってください。はい。ここら辺いい感じですかね。いいですか。じゃあ、食します。はい。
メガネになってたら面白かった。違う違う違う。ビビ。裏から読んでも。ビビ。お兄さん、兄さん行きますかじゃあ。いいですか。いいですよいいですよ。なんすか。歯応えあるんです。歯応え。歯応えあって身がなんかしっかりしてる感じ。あれ。うまいね。どうなんすか。俺うまいっすよ。うまいっすか。うん、ちょっと自分も言っていいですか。これなんかどっかで食べたことある感じだ。なんかタイっぽい。タイっぽい。タイっぽいんだ。うん、これタイだね。自分もこれいただきます。あ、タイっぽい、わかる。ね、わかる。わかる。あ、これわさび欲しかったね。うん、わさびやったら完璧です、ね。うん。もうやっぱ若干の臭みは、うん、あるあるある。でも東京湾っていうのもあるのかもしれない。もうあるし、多分あの兄がさっき言ってたように釣り上げた直後にさばいて食ってたらもうちょっとこの臭みはないかもしれないね。うん、そんな気がする。さっき言ってたじゃん、なんか釣ってすぐ皮剥いだら臭みなくなると。あ、それがこれか。あれだ、生き締めとかしたら違ったのかもね。あと血抜きね、血抜きね。うん、あ、なるほど。そこら辺もあるかもしれないけど、ね、そういうことです。課題多しですな。うん、あ、でもやっぱ臭いな。臭いな。身震いが、臭みすげえな。うまかったんですけど臭みがすごいです。美味しかったんだけどね。美味しかったんだけど、うん、鼻がね東京湾になるっていうね。そうそうそう、臭んだろ。臭んだろ。臭んだよ。指先臭んだよ。でもあれでしょ、いろんな釣りしていくんでしょ、このそうですよ、そうですよ、はい、そうですよ。怖いわ、次とか。怖いわ、何するかね。えこれ、仕事終わりとか絶対間に合わないと思うよ。仕事終わりはね、うん、だから仕事は入れるな。いや、でも今日、じゃあ計何時間今日は釣りを。今日は、また何時ぐらい、9時ぐらいからですか。朝の9時からいましたね。12時間。はいはい、天気も良かったしね。本当だね。もうそこがまあまあすげえ暑かったけど、うんうん、でも日陰取れただけでだいぶ精神的には和らいだ部分多かったんで。いや、俺頑張って UV カットしまくったからね。日焼け対策は万全です。誰かさんが遅れたおかげで兄が体張らなくちゃいけなくなっちゃった。俺体張るキャラだったんだね。だいぶ張ってると思いますよ。本当今日もだってカメラ的に兄に絡んでた部分は全体的に呪いっていう字が多分出てると思うんですよ。なんか大家送ってたみたいな感じになってたと思うんですけど、ね、動き的にはかなり呪いでしたよ。呪いをね、釣りしてなかったって気がしますけど僕。もうだってハゼ釣ったのもそのせいなんじゃないかって思うぐらい。呪いが通じたね。ルーチーがですね、呪いばっか送り上がるんですよ、兄に。お、ここら辺でもはい、十分でございました。弟さんとはお別れでございます。はい、じゃあちょっと荷物が多いので、はい、そっちから出なきゃいけないですけどね。気をつけてください。気をつけてくださいね。いやー、まさかの11時になってなりまして、はい、すずさんを降ろしまして、降ろしまして、はい、帰宅してるわけですが、はい、渋滞です。そして全く動きません。眠いです。眠い。やばい、マジやばい、目充血してきた。やばい。ちょっとひどい渋滞じゃない。あ、またやられる、事件です。鎌掘られました。今ドンっていうところ止まりましたけど、じゃあ鎌掘られて台車なのに鎌掘られました。うん、これあるんじゃないかなと思ってたんだよな。でも今日行ってたもんね、行きにもね。そう、不便だね、カーナビないっつうのはね。これ台車なんですよね。そうだね。じゃあ後ろからドンってやられたから。なんかね、これで当てられたらとんでもねえなとか言ったもんね。いや、とんでもないっすね。とんでもないことになっちゃいましたね。バカですね。いや、ドラゴン坊主最後まで抜けないな。抜けない、これ気が抜けない。
でも奇跡だな、1週間で2回カンマもらったのは。いや、持ってんね。持ってんね。それ持ってるかもしれない。持ってますよね。なかなかないですよね。持ってるよ、マジで。どっちも軽くてよかったよ。で、警察の人にも持ってるねって言われたのはこれでかいでしょう。神ですね、神です。はい、というわけで、はいはい、こんな感じになりましたけども、ドラゴン坊主、はい、これからも頑張っていきましょう。はい急な締め方になっちゃったけどみんな、カマには気をつけろ。カマには気をつけろ。はい、というわけで、当てられたところです。こんな感じで、なおかつ、こんな感じです。お疲れ様でしたということで。ありがとうございました。はい、じゃあ ね、皆さん本当にカマには気をつけてくださいね。さ、おもむろに回ってますか。回ってるんですか。回ってますよ。おはようございます。急に変わるもんね。うっせぇんだよ。次は、どっち系みたいな。次、なんかさっきも言ったんですけど、ちょっと渓流行けたらなって、時期的にも、そうそうそう、まだ暖かいから、入りたいじゃないですか。そうなんですよ。確かに確かに。でもほら、よく山あいじゃないけど、そういう川とかだったら放流されてたりとか、放流時期があったりとかしたりするんじゃないですか。俺らが言ってたのは、本当天然の川だったんで。なるほどね。放流とかされてないところで。なるほどなるほど。そこではあげてたんで。うわ、ワイルドじゃないですか。そうそうそう、超ワイルドです。ゲットワイルドじゃないですか。ヤバイエンタイドね。何次。